インターネットテレビビル増刊号の山根です。本日は経済評論家の浅香豊さんをお招きしております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。浅香さん、髪を切って、はっきりしましたね、はい。すっきりしましたね。うん、まあ、これ、もう三ヶ月半ぐらいに切ってなかったんですけどね。うん、はい。そんな放置してましたか。もうね、年、ね、になるとね、えー、なかなかね、髪伸びないんですよ。うん。 なのでそのぐらいの期間で切っても結構いいかなぐらいなんですけど私ね結構癖っ気が強いんでちょっと伸びてくるとすぐまとまらなくなるのでもうちょっと伸ばしたいなと思いながらもまあ思い切ってきちゃおうみたいな感じでこの季節も暑いじゃないですかまあそうですねだからまあねすっきりした方がいいんじゃないかということで暑いといえば。 やばい南の島？なるほど。そして、はい。カットしたいといえば、まあ中国との関係といなるほどね。はい。うまい。全然うまくないですけど。いやいやいや無理やりですが。かなり強引だけどね。はい。今回は、南の島、はい。ツバルについて、そうですね。なんですよ。なんで、も国連海洋会議がえ6月27日から4月1日までポルトガルで開かれていて。 そういうことですね。<で>はい、その興味深い動きをこのツバル政府が行ったということなんですよね。うん、そうなんですよ。これなかなかね、熱い話ですよ。え、まあこういう国連海洋会議みたいなそういう国際会議っていうものから、はい、まあ中国がいろいろこうね、えー、やっ でまあ、それで台湾が締め出しを食らってるっていうのは、まあ、皆さんよくご存知だと思うんですけれどもこ、はい、この国連海洋会議もまさにその通りで、うん、台湾の人間は入れないと、うんえー、そういうことになっていたりはしたわけなんですね。うん、そこでですね昴政府は一つ考えまして昴、うん、政府の代表団に台湾人を入れてしまえばいいだろうと。 いうことを考えてで台湾人を三人ですねこのツバル政府代表団のメンバーの中に入れてこれはツバルの代表だからということでこの国連海洋会議に参加させようっていうことをやったわけなんですよねなかなか大胆なことしますね大胆ですよねお <laughs> ちろに喧嘩を打ってるんですが <laughs> ね、喧嘩打ったって感じじゃないですかただあのツバルって多分、はいはい 多くの方がイメージするのが、うん、あの海面上昇によって国土、うん、がもう失われて、うん、もういずれ消滅しちゃうんじゃないかみたいなことが言われてますよね。相当いちちい国でですすよねすよね非常に面積では26平方キロメートル。はいえー、私ね調べましたけれども、えー、東京23区の中では品川区ぐらいの大きさ。 うん、あの23区をその広いところからその狭いところまでこうずっと並べるとちょうど真ん中ぐらい、えー、まあその一つの区ぐらいの面積しかないというのがツバルです。えー、で、えー、人口は1万2千人くらいということになるのでこれを中国と比べると中国は面積が960万平方キロメートル人口が14億人ということになるので面積でいうと。 えー、ツバルは中国の、えー、37万分の 1, 1>、うん、<laughs> 人口は10万分の1、えー、それぐらいしかないこの小さい国がですね、うんうん、なんと中国に対して喧嘩を売ったという、うんうん、なかなかすごい話があるわけなんですね37万倍の力の差っていうのドラゴンボール」とかね <laughs> <laughs> そういうのでしか聞かないですけどもそれぐらい差があるそういうことですねいやいや,いや ただこうバルはこれまでただまあ中国のまあ工作みたいなもの、うん、つまりまあ取り込み例えば一帯一路とかのこう取り込み工作みたいなのに一応さらされてはいるわけですよね当然さらされてきていてまあ、いろんな提案があると、うんでまあ、先ほど山根さんがおっしゃったようにだんだんこう地球温暖化によって水没してきてるんだよねやばいよねだからあここはその南シナ海でいろいろ ね、その人工島の埋め立てをね、うん、中国はいっぱいやってきたように、うんえー、ツバルもいっぱいそういう埋め立てをやって、はいえー、それでこの水没を防ぐっていうことをやりませんかと、うんね、まあ4億ドルぐらいお金はかかりますけれども、まあ、そのお金は中国がちゃんと貸してあげますよと、うん、どうですかみたいなアプローチがあったりしたわけなんですけれどもツバルはですね政治家からすれば、まあ、それにうまく乗っちゃえば、うんうんうん まあ、キックバックがあって、ええ、美味しい思いができるっていうのはあるんでしょうけれども。 をその誘いに乗らずにです、ね、きっぱり断るという、まあ、そういうことをやったってことがありますね、えーまあ、中国って南アジア、うん、あっちのスリランカとか、うん、あとグアドアル湾ンとかでも港を作って、はいでまあ、そこ債務、うん、の,の罠っていうのがあるわけじゃないですかそで結局こう中国のものになってしまうわけですけれども <laughs> こうツーパルちっ小ちさい国だから <laughs>、はい、もうこんなことやったらもう国そのものが債務の罠にかかると <laughs> かかっちゃうと。 もうそのよう、ね、ちゃんと理解をしていて中国の狙いというのはそうやってツバルを自分たちのコントロールに置くことであると、うん、で今ツバルはあの台湾との関係が非常にこう深い国なんですけれども、うん、おそれでその台湾の影響力を排除しようとしているんだろうと、うんうん、それが狙いなんだよねっていうのはもうはっきりと見切った上で。 えー、この提案というのがねこの人工島みたいなものを作りませんかっていう提案自体はあ2019年なんで今から3年ぐらい前の話だったりするんですけれども、はい、その3年前の時にそういう狙いを中国が持っているのは分かっていると、うんえー、このツバルの外務大臣のコフィーさんという人がですね、うん、えちゃんと言っている、まあ、そういう国でもあるわけなんですね。うん、ただまあツバルはこののの南太平洋の島々の中でも、うんうん まあ覚醒している方ですけど、まあ、これ少数派で結構そのソロモン諸島とかだいぶ取り込まれてるじゃないですか実際今習近平政権になってから、うん、まあこの南太平洋戦略っていうのが結構活発化してそれまで台湾と結んでいたのに、うん、それ断交して今中国と結び直すみたいな動きがあってで他の国ってどうなんですかね。 結構だからそういう点ではやばい国は確かに出てきてきますよね、ええ、え今南太平洋の島で特に注目されるっていうとキリバスとそれから今あの山根さんがえ挙げてくれたソロモン諸島この2つになるんですけれどもえキリバスに関して言うとえ第二次世界大戦の時に まあ米軍がですねまあ空軍基地みたいな形でこう整備していた広東島というえ島があるんですけれどもこの広東島というその島の,その基地にある滑走路それからまあ橋なんかもあるそうなんですがそれをえその修理補修してえちゃんと使えるようにしようというようなことというのを やっぱりこれ中国が名乗り出てきてやりましょうやりましょうみたいなことをやってるわけなんですねでこの広東島というものをキリバスに引き渡すにあたって米軍の方はここは軍事目的でその開発するということはもうやらないという条件というのをまあ渡しているっていうことがあるわけなんですけれどもまあ中国からすればそんなもの知ったこっちゃねえよっていうことでまあ当面は あその軍事用であるということを裏に隠した上で、はい、これは民間用でございますと、うんね、民間用の空港なんですっていうそういうことでもって整備をしておいて、まあ、ちゃっかり、まあ、どっかのタイミングで、えー、軍事用に使えるように持っていこうとしているであろうというのはこれは結構透けて見える話だったりしますよね。うん、中国がまあ民間施設、うんうん 民政用、民間用と言いつつ、軍事に転用するっていうのは、いつもの手口。そうですよね。<laughs> 南シナ海のね、あの埋め立てもね、軍事じゃありません。観光ですとかってね、行ったりとかしてたのが、あれ、ええ,えっていう感じだったりしますよね。<laughs> はい、まあ、そういう国だったりしますよね。うん であとはソロモン諸島も、えー、そうでソロモン諸島と中国で、えー、安全保障協定を結んだということが出てきてでその中国の艦船というものがあ、まあ、ソロモンが要請すればという前提にはなってますけれどもそのソロモン諸島に寄港できるんだっていうそういう条件というのを整えましたよねでこれでまたその民間用の港でございますみたいなのをまた作っておいて これをまた軍事転用できるようにしていこうということを狙っているのはそれはもうほぼ確実といううふにっちゃっていいかなと思いますが。ツバルといえばですよ国旗にユニオンジャックが基地的にはオーストラリア、ニュージーランドの東に位置していてコモンウェルス、英連邦の一員だとそういう矜持というかオーストラリア、ニュージーランドはまあ どうなんですかね,すかね、まあ、ニュージーランドも結構中国に対してはね <laughs> 今ね,ね危ういところもあるんでねそこはちょっとよくは分からないですけれども、ええ、ただ中国に飲み込まれるっていうことの危機感というのはあの相当ツバルは持っているみたいで,、ええ、で同じようなあ気持ちを持っているその南太平洋の島っていうと、ええ、マーシャル諸島でそれからパラオ。 それからナウル、えー、これらもあるんですね。ええ、で、これら四つのその国々のこの連携というものを強化していって。うん でえー、でそれでもってこの台湾との関係を強めることで中国からの圧迫に対抗しようというようなことを一応その国家戦略的に位置づけてて考えてっていいるとうことがありますでその台湾の,その国際組織に対しての参加というのはあの今回の,その国連海洋会議のことに限らずなんですけれどもかなり後ろからこうバックアップしているというところが あってですねで、まあ、今回これが「つばる代表団です」みたいな感じでも台湾人が参加できるみたいなことがもし一つできるということがこう分かってしまったら、ええ、そうしたらまあそれありの一欠でほ、まあ、他の時にも えー、その台湾代表じゃないけど台湾人が普通に参加してるみたいなことが、うん、まあできちゃったりするっていうことがあるわけで、うん、まあそれが分かっているがゆえに、まあ、中国はなんとしてでも排除しなきゃいけないということで、まあえー、強引に拒絶をしたっていうことだとは思いますけれども、まあ、こういう動きをね、うん、やるっていうのはいやなかなか勇敢で素晴らしいなってやっぱ思いますよね。うんうん ただまあ勇敢で素晴らしいんですが、うんはい、ただ内心結構ビクビクしてんじゃないかなと思うわけです。うん、まあもちろんそうですよ、ね。もちろんね、はい、それは三十七万倍の国土面積を持つ中国にね, <laughs> ね、はい、迫られたら、だからやっぱりこうアメリカなり、うん、まあ日本で特にこうパラオとかって、うんうんね、まあその歴史的にも日本と非常にこうつがりが深いわけじゃないですか。なので日本がそのアプローチに応える、うん。うん つまり発言を外すような形になったらダメだと思うんですよ。うん、そうなんですよね。<ー>まさにその通りです。うん、で一応あの日本はあそういう諸国をですね、うん、まあ、支える側に回ってるっていうのはあって、うん、で4月の23日なんですけれども熊本で。 第4回アジア太平洋水サミットっていう南太平洋諸国なんかを,をたくさん集めたような、はい、まあそういう、まあ、日本中心のそういう会議があったんですけれどもその時に椿のですねナタの首相が来日をしたっていうことがあってでその時にまあ岸田総理はこのナタの首相と、えー、首脳会談をまあ開くというような感じのことも やってまあ、なんとか日本との関係をつなぎておこうとで、まあ、それで、えー、中国の方にあんまりなびかないようにしようっていうことはやってるんですけれどもただじゃあ岸田総理がそんなに、えー、対中包囲網的なところでですね強い姿勢を示しているかって言ったら、まあ、相変わらずですね 中国の出方を注視していきたいという発言しかしてないようなところがあるんでまだちょっとね頼りないななんていうのはやっぱりね感じるところがありますよね。いいですよ言葉でねえその中国に飲み込まれるようなことは絶対日本は許さないからってね口だけでもちゃんと 伝えるだけで心強いものとして相手国には響くわけですから、そのぐらいのことはやろうよってまあ思ったりするんですけれども、うんまあこの辺はちょっと岸田内閣のねちょっとねえ限界かもしれないななんて思ったりはします。でもここで本当にこういう日本がそういう意思を示せるかどうかということが太平洋地域においての中国側が 強いのか、あるいは西側のプレゼンスがあ勝るのかということをかなり決することになるだけにやっぱりそういうことがしっかり言えるようなあトップがあ日本の総理になってもらいたいななんてねやっぱり思いますよね。うんうん この太平洋において北半球ではこの、うん、いわばまあ第一列島線で、うん、まあ日本台湾だったりはフィリピンにかけて、まあ、そこでまあなんとかこう中国になんとか海洋進出できないようにこう今防波堤になってるわけじゃないですかただこの南半球の方でこうオーストラリアニュージーランドの東に位置する国々が中国の基地とかが作られちゃったらそこから空きでもアメリカに行けるわけですよね,よねーだから第一列島線と同じぐらいこ,この。うん 南太平洋って大事です、めちゃめちゃ大事ですよね。えー、ここに。 風穴開けられるかどうかっていうのは、うん、やっぱり相当大きな問題なんで、うん、キリバスの問題にせよやっぱりソロモン諸島の問題にせよ、うん、まあね日本からすれば東北のね、えー、南の島国の話みたいな感じにしか感じにくいところがあるんですけれども地政学的にやっぱりかなり重要だということはやっぱり日本人に理解しておかないといけないかなということになりますよね。うん、ということで岸田総理はぜひこの動画をご覧頂い,いて。うん いね、本当に勉強して、えー、日本の進路を変えてください。はい、ありがとうございました